一塚神社は、大阪府南河内郡河南町にある神社。式内社で、旧社格は尊社当地は、蘇我市の末裔石川村の本拠地であり、河内国式神志向渡来市新名張港省などでは、元は、周祖、蘇我石川宿根を祀ったものであろうと記している。現在の祭人となったのは、江戸時代初期と見られ、江戸時代には、 天神と称していた。大日本神義師には、今続伝市川明神とある。創建の由緒は不詳であるが、一帯は、石川村の本拠地であり、また一須賀古墳群の一角であることから、元は、古墳の上にあったものと見られる。演技式神明町では勝者に列している。南北朝時代には、当地に、南朝方の石川城が築かれ、当社も再三にわたり、 陛下を受けた。1589年、豊臣秀吉は、石川軍大官伊藤家が守る秀森を通して、祈祷と、境内免許の証を下した。その際に奉納された湯釜が社法として残っている。1801年間の、河内名所杖には、市塚神社は、市塚村にあり、演技式な今天神と称す。当村大が塚村のうぶす長みなり、 宮寺に十一面観音をアンチスとある。1872年に孫者に、劣格し、1907年、石川村大和東山の孫者菅原神社、大友村、大和南、大友の孫者古畑神社を合祀した。ありがとうございます。